萌え優生と、フィフティシングスの、作者です。これから漫画のトーンの貼り方というものを説明します。これが、漫画の原稿です。左が、完成原稿で、右がまだ完成していません。左のこの部分が、トーンの貼ったところで、こちらが貼ってないところです。こちらに今から、こちらのトーンを貼ります。トーンはこのように種類が、いろいろあります。こういうものを合わせながら、服とか背景に、こういうものを貼り付けていきます。こちらの服に、トーンを貼ります。最初にこのように、まず服の上に合わせまして、大雑把に切ります。それをこのように取ります。この部分の裏はシール状になってまして、糊がついています。これをこのように貼り付けます。これをあとはカッターで、線に合わせて切っていきます。先ほどの続きでそのまんま削っていきます。線に合わせていらない部分をどんどん最初に切っていきます。非常に細かい作業なんですが、あまり遅くやってしまうと、線からちゃんと切れるようになりませんので、なるべくスピーディーに削っていきます。これが一応大雑把に削ったところです。あとこれに合わせて、トーンを切っていきます。そしてこれを外します。これで、人物のトーンが貼れました。これが以上トーンの貼り方です。スラッシュをこのように入れていきます。以上です。これがスラッシュです。この削ったところを今度は剥がしていきます。大きなところですので結構見栄えがあります。外すと、このようになります。これから後でホワイトと、墨を入れて、原稿を完成させます。